いつも、ショートストーリーズをご覧いただき、ありがとうございます。今回のお話は、私の妄想思考がさらに、ぶっ飛んでいるので、この辺を、ご容赦いただき、ご覧いただければ嬉しいです。ショートストーリーズ、第19話、もう一つの、お稲荷さん。私の仕事は、光インターネット回線の工事が、終わった後の、パソコン等の設定をする。 お仕事をしています。工事が終わるまでは、近くで待機しています。そこの現場は、近くに駐車場がなかったため、少し離れた場所に止めておくしかありませんでした。できれば、工事の状況が見えるところであれば、工事が終わるタイミングがわかるので、すぐに訪問して作業を開始できますが、ここはそれが見えないところになるので、工事の進捗状況が全く、 わかりませんでした。通常は、インターネット回線だけの工事であれば、1時間くらいで完了しています。光テレビが入ると2時間以上かかる場合もあります。工事が難航していると、さらに時間がかかることになります。ただ、ひたすら工事が終わるであろう時間まで、待ちます。とにかく、暇なのですが、ふと隣を見たら、稲荷神社でした。しかし、 ここの稲荷神社は赤い鳥居も、お稲荷さんの石像もないところでした。もしかしたら、稲荷神社もいくつかの系統があるのかもしれません。神社の境内を見ていたら、真っ白な子供の稲荷が、楽しそうに、ぴょんぴょんと一匹で飛び跳ねて、遊んでいました。多分他の方には、見えていないと思います。初めて、神社の中で稲荷を見ました。無邪気で可愛かったです。 工事が終わったであろう時間で車を降りて、徒歩でお宅まで向かいました。その前に、稲荷神社の前を通ることになります。小さな神社でした。私は、ふと京都伏見系の稲荷神社のことを思い出しました。稲荷つながりの神社だと思ったので、〇〇〇稲荷神社の女神様とは面識があり、お世話になっています。と、心で挨拶させていただきました。 お客様宅まで歩いて行きました。そこで小一時間くらい作業して車に戻ってきた時に驚きました。すいません。何かお稲荷さんに見えませんね。まるでホイップク,クリームのようにも見えますね。何か和菓子にも見えてしまいますが、ここでは真っ白い子供の稲荷たちのイメージでよろしくお願いいたします。私が表現したかったのは 神社の境内ぎっちりに真っ白い稲荷で一杯になっていたことです。一体どこからこれだけの数の稲荷が集まってきたのか不思議でした。数が数だったので一体何匹の稲荷がいるのかと思ったらすぐに心に545と数字が入ってきました。この辺り一体の稲荷たちが集まってきたのかと思いました。こんなこと私は初めて見ました。 その日は、不思議でしたがそれだけで、終わりました。しかし、これ以降不思議なことが起き出しました。それ以降、ここの神社近くの仕事が続けて、ありまして、この神社にまた来ることになりました。神社の前をどうしても通ることになるのですが、その時に参道の両脇を白い、稲荷たちが頭を下げて一列に並んで、いました。私は、最初に、お参りに来て欲しいのかな と思っていたのですが、稲荷たちの表情を見る限りそうではなさそうでした。かなり思い詰めた雰囲気が漂っていました。これって人間が関わってはいけないのではと思いそのまま放置していました。それと同時にこの神社には神様がいないこともわかりました。そうしたらある日神様らしき姿があったのですがハリボテの神様でした。 数匹の稲荷たちが神様に分けて私に見せたのだと思いました。私が見破りましたら4、5匹の稲荷たちの姿に戻りました。私はとにかく関わりたくなかったので放置しまくりました。何か越権行為のようにも感じましたので、そうするとその神社近辺の仕事が相変わらず続くのです。しかも、 山道の両脇に並ぶ白い稲荷の数がだんだん増えてくるのです。徐々に山道が長くなるイメージですね。それでも放置していたのですが、とうとう私は決断することになりました。それはある日仕事に出かけるために玄関を開けたら稲荷神社からの山道が私の家の玄関まで来ていました。そこまでするかと思いました。それと同時に そこまで深刻なのかとも思いました。生きた人間がそんなことしてよいのかわかりませんが、私は身を任せることにしました。次の神様が決まるまでの暫定で、稲荷たちの求めに応じようと思いました。私がより城になろうと、そして初めてこの神社に入った時は、何とも言えない不思議な気持ちでした。何せ、私は参道の真ん中を歩いていて、 その両脇の稲荷たちが頭を下げて一列に並んでいる様はまさに異世界に紛れ込んだような感覚でした。そして、お社に着いた時に突然、お社から4人の女性が出てきました。20代前半くらいの女性が2人と小学生くらいの年齢の女の子が2人でした。いつもは神社では巫女さんを見かけるのですが、 巫女の姿をしていませんでした。神様がいないから巫女の姿ではないんだな、と思いました。それからは、ここの土地のことを教えてもらいました。ここの土地は、ここにいる4人の女の子たちが守っています。どうして、こうなったのかわかりませんが、ここの稲荷たちから、私は、主様、と呼ばれる、ようになってしまいました。私が、何かしたわけではありません。 というか、私は何にもしていません。朝、熱心にお参りに来る男性が心で見えます。ここの神社は小さいけど地元の方々に支えられていることがわかりました。何か涙が出るくらい嬉しかったです。私は毎朝、ここのうじさんたちの幸せを祈るようになりました。ある日、イメージでの話ですが、 私はみこしみたいな乗り物に乗っかって、四人の女の子たちが、今度はみこ姿になってみこしを担いでいました。そして、私の姿は真の始皇帝のような衣装になって、そのまま天に登っていきました。何かこれ、暫定だと思っていたのに、正式な儀式が行われたみたいでした。神は、神でいろんな儀式があり、行われています。人には、 見えませんが、私は、この1、2年後に心不全で、心臓の3分の2が停止状態になり、緊急搬送されることになるのですが、それを救ってくれたのも、ここの、稲荷たちでした。もしかしたら、それがわかっていたので、私をここに来させたのかと思いました。